宝くじで1億円当たった人の末路は2017年3月28日に刊行された書籍。著者は日経ビジネスの副編集長鈴木信幸。2018年2月時点で14万部を突破している。2018年4月24日から6月26日まで〇〇な人の末路のタイトルで連続ドラマ化。 日経ビジネスオンラインのコラムキーパーソンに聞くの末路シリーズをベースに大幅な過失修正を行った23編を収録。各章では初めに専門家と著者による討論が行われ、その後に結論として特定の人物の末路が描かれ、最後に教訓を提示される構成である。〇〇な人の末路は 2018年4月24日から6月26日まで日本テレビの新ドラ枠で放送されたテレビドラマ。主演はキスマイフット2の横を渡る宮田俊也、や二階堂高継、千馬健と。主題歌のゼロは同じくキスマイフット2の北山博光、藤ヶ谷大野ク、玉森優太が歌唱する。原案となる書籍。 宝くじで1億円当たった人の末路の中から4編をドラマ化。横は仮想通貨で思わず大金を手に入れちゃった人。宮田は日本一顧客思いのクリーニング店を経営する人。二階堂は疲れた。田舎でのんびり暮らしたいと思った人。千賀は自己物件を借りちゃった人を演じる。脚本は劇団太陽マジックフィルムの劇作家、演出家である。 西条光都氏によるオリジナルストーリーであり、4人の人生が交錯することで新たな結末につながる構成となる予定。〇〇な人の末路に関するカテゴリー、ありがとうございます。